何に対して病んだのか気になる。お母さん確実に病んでた気がする。病んでますよね。だからそれで、それでこの間暮れに、去年の年末の暮れに母親の姉が亡くなって、葬式でそれを言って、親戚のおじさんとかおばさんとかいとことかに言って、いや俺は全然正常だよって言って、でおじさんとかがそうだなとか言って、で当時はおじさんもなんか母親派だったんですよ。だけどやっぱみんなやっぱ分かったみたいで、弟もなんかヤクザやったんですよね。でヤクザやめたんですよ。そうだからもう結局なんかあの器量が分かったみたいな。でそれも俺が口聞いてあげてたから、そのヤクザの組長さんとか話してあげたんですよね。あのだからもうそういうのが全部みんなに、もう親戚中にみんなが分かったから、なんかもう親もう弟とあんまり母親はもう立つ瀬がないっていうか、信用が今なく、あんまり生ぬるいですね。そう考えると弟ちゃんも生ぬるい。ぬるい。結局お兄ちゃんにさ、あの助けてもらってんだからさ、なんかねちょっとダメだよ、なんか感謝しなきゃいけないでしょ。もうそうなんです、感謝とか一切ないですから、ただの妬みしかないんですよ。もう奪って、そう全部権力と信用を奪ってやりたい、それで全て金にして、その金も全て1円も渡さないみたいな、こいつを殺したいみたいな感じなんですよ。それは慶吾さんに向けて弟さんがそういう感情を持ってるってこと。それで弟の周りとかもすげえいっぱいいるんですけど、別にそれじゃまずいっすよね。すごいっすよ。もうだけどそれをあ今 YouTube でまくり返してきてんですよね。その戦いなんですよ。で今こうどうしてもね、太田区議会議員に行かなきゃいけないんですけど。